空気、それは吸うものであると同時に読むものでもある。そして、空気を読むことを鍛えるのがこのゲーム。空気読んで別の場所で説明しろ。皆さんどうもこんにちは。KY って言葉、最近全然聞かなくなりましたよね。KY は一体どこへ行ってしまったんでしょうか。なんだか少し寂しいウプ主のミーです。空気を読むことのスペシャリストとして有名な霊夢だよ。初耳だけど。前回実況してみて改めて空気を読むのってむずいなぁと感じたマリサだぜ。今回もみんなの空気を読む力を鍛えるために空気読み2を実況していくわよ。それではスタート。第28問目。あたし今タピ活中、マジバイバイ。タピっちゃいましょう。まさかの自分がタピオカ？なるほど、空気を読んでうまく吸われろってことだね。ジュースを飲み切った後に残ったタピオカを吸うけどなかなか吸えないの時々あるわよね。それは空気が読めないタピオカです。ちょっと何言ってるのかわからないんですけど。ほらほら、押して欲しかろう。飲んでいる人はイラッとしていることだろう。タピオカの皆さん、空気を読んですぐに吸われてあげてくださいね。難しいだろうな。お兄ちゃん、お腹すいた。お兄ちゃんがお金稼いでくるから頑張るんだぞ。稼ぎ方。この発想はなかったわ。よし、妹のために頑張るぞ。違う、対戦相手があの兄貴だ。これは正解しちゃいけないやつ。節子、すまん。兄ちゃんわからん。兄さーん。ダメだ、ここは正しい回答を選んでしまったら、あの兄ちゃんに一生恨まれるかもしれん。恨まれるのが怖くて不正解を選びました。空気を読んだんじゃないんかい。さあ気を取り直して次の問題行きましょう。第30問。レディース&ジェントルメン。今週もやっていきましょう、サンデーナイトフィーバー。我らがおなじみ、アフロ山田。照明ちゃんと映せ。おっと、アフロ山田の姿が見当たらないようだが。まあいい、続いておなじみアイドル、スーパーミチコー。このステージではこんなことが日常茶飯事のようです。どうなってんだ。そして AD の佐藤くんだー。佐藤くんはバッチリ映すんかい。このステージの主役は佐藤くんです。何が面白くてコード持った男を見てなきゃいけねえんだ。ああ、忙しい忙しい。早く帰りてー。帰りました。もうめちゃくちゃだよ。第33問目。石油王がいらした。お願いします、用紙にしてください。右が電気自動車、左がガソリン。間違いなく嫌われただろうな。ちょっと何してんのよー。第39問。あ、体育でよく見る光景。時々食ってるやつも見るよな。前ならえ。あ、珍しくちゃんと指示に従った。空気読まないとね。気をつけ。先生、僕たちは正々堂々戦うことをここに誓います。何こっち見てんだよ。回れ右しろよ。問題児だな。しょうがねえな。とんでもねえ問題児だ。こいつ紐なんか食ってうまいのか。うまいよ。やべえやつしかいません。貧血か。この人大丈夫。僕も貧血で。元からおかしかっただろ。もう一人増えた。変な動きしまくってバグったのかもね。はあ、緊張するな。手汗マジやばい。お待たせいたしました。私のどうぞの合図で。やっちまった。もう取り返しがつかないぜ。第49問。出た、空気読みの鉄板エスカレーター。どうすればいいんだ。もしかして進むんじゃねえか。あれ、後ろ詰まってる。でも足が疲れたからな、お邪魔。なんて迷惑な野郎だ。いやー、快適快適。何これ罰ゲーム。迷惑行為はやめましょう。今回の空気読み、読めてるっぽい。きっとダメなんだろうな。今度はちゃんと走るぞ。くねくね道に大量の歯が厄介ね。うわぁ、危ねえ。片手があれば頭は投げられるよ。ふぅ、このままこのまま。あらや大体は。江戸は唐突にお姉化することがありますが、しようです。しよう。振り子に打たれないようにね。行くわよ。あ、振り子に打たれた。でも結果オーライでよかったぜ。今度は万全の状態で行くぞ。そうだ、きっとこの先もまた頭を投げることになる。なんだかこのステージは撮影のカメラがうろちょろして邪魔ね。ごめんよ。謝るくらいならゴールまで連れてってくれ。交通費3万になります。クソタケ。あらよっと。あ、間違えた。裏技見つけちゃった。テレビカメラを踏み台に。そう、大幅なショートカットに成功したんだ。まあこれ成功するのに20分くらいかかったけどね。そのおかげでより安全に進めるようになったわ。ただ坂道とカーブが本当に難しいね。よいしょ。ああ、大丈夫か。もちろんだ、これで行くぞ。なんか江戸が真面目にやってる。明日は大雨ね。大雪だよ。どっちでもいいわ。
ふう、ようやくたどり着いたぞ。ここの距離から届くのか。俺の腕の筋肉なら余裕よ。筋肉なんてねえじゃねえか。お、意外に飛ばしたわね。これで先に進めるよ。ここから見えるがこの先でも頭を投げるみたいだぜ。この頭投げの達人と呼ばれている俺に不可能はない。よ、ハゲ頭。じゃあ気にしてることを。大丈夫よ、何が。ちょ、腰抜けちゃった。そういやお前、前回の動画に視聴者さんからのコメントでテケテケみたいって言われてたぜ。テケテケってこんな感じの妖怪だよ。私と顔なしくっつけただけじゃねえか。手だけで進んでいるからだね。え、顔が似てるからじゃなくて。顔似てるって思ったのかよ。あ、体体、どこだ。こいつの体の構造本当に便利だよな。ゾンビになってよかったことってやっぱこれじゃない。いや、よく眠れるようになったことかな。すげえしょうもない。あ、この状態でいけるかも。ああ、うまく歯も避けてるしな。このゲームの目的ってなんだっけ。お前の友達を助けるんだろうが。ああ、頭が。どうやって喋ってんだ。さあ気を取り直して頑張っていくわよ。ここの歯はそこまで避けるのは難しくねえから。落ち着いて進めば大丈夫だぜ。あ、今のところ無傷だ。右足どこ置いてきた。あれ？大丈夫だ、これでも全然いけるぞ。あと少しよ。おいおい最後は大砲があるぜ。砲弾なんてないけど。あんたが砲弾なのよ。頭吹っ飛ばしまくってんのに何驚いてんだ。あれ？これどうやって乗ったらいいんだろう。おっさんありがとう。親切だな。あ、ゴールが見えるわ。よし、ゴールに向かって発射だー。行きまーす。はよ行け。ちょ待って、慎重に、慎重に。えぇ？ちょま、うわぁ。本日二度目のいい音。思いっきり的外したけどな。でもこれでようやくこのステージ終わりよ。はぁ、大変だった。あれ、今回はゴールに弁はいないんだね。呆れて引っ込んだんだろ。べーん。あ、缶一個取りこぼしてるわね。まあゴールできただけでも上出来だろ。さあ次回はどこかな。なかなか、やる。すごい。いつも褒めてくれるんだよな。ちょっとあのゾンビどこ行ったのよ。今この辺で首だけで転がってます。まったく見えねえ。なんか前方にピエロみたいな奴がいるんだけど、あいつがおそらくボスだろうな。ひえ、怖い怖い。お前の今の体勢の方が怖いわ。とは、はっはっは。握りつぶしてこれくらいのお弁当箱に入れてやるわ。こいつアホみたいな顔して弁当作れんのかよ。アホみたいな顔だって弁当くらい作れんだろ。さあこのアホは一体どう倒すのかしら。アホじゃなくてピ、エール。アホのピ、エールはどう倒すんだろう。お前らのおかげで精神的ダメージは与えられてるな。やいやい、こっちだよん。来れるもんなら来てみな。え、どこよ。お前の手の下だー。ゾンビー、どこだー、出てこい。帰っていいすかね。さっきの勢いはどうしたー。こういうのは勢いが大事だよ。そうよ、ダーッと走っていけば大丈夫。そんなこと言ったってどこへ走っていけばいいのさ。太陽に向かって走るんだー。ごまかしやがった。あ、矢印だ。きっとこの矢印が示す場所に行くんだよ。進む方向は分かったが肝心の倒し方はまだわからねえな。きっとこのブサイクな顔はライフだよな。ブサイクで悪かったなー。ドワー、押されるー。なんだ今の攻撃。説明しよう。ピ、エールは、エドが地上にいる際、腕を地面に叩きつける攻撃をしてくる。エドが台の上に乗ると、腕を前に突き出し、横にスライドさせてくる。なかなか厄介なボスだ。うわぁ、嫌なやつですわ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。空気を読む前に指示に従うことの方が先だな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。